本気ですか？これ。私ね、本当はハーフなの。父親がアメリカ人で、私が6歳の時病気で死んじゃったけど。でも私がハーフだって知ると、日本人は綺麗で当たり前だとか、歌が上手いのもそのせいかとか思うから。内緒にして同じ日本人なのにすごいと思わせた方が得だって、事務所が。私は歌さえ歌えれば何でもいいんだけど。他にも色々うるさいんだ、周りが。イメージ壊すことはやるな、言うなって。壊すなとか言われても、私は私なのに。人間って疲れる。ダメだ、つかないや。火持ってない？持ってねえよ。つうかお前、あのでっかいライターどこに忘れてきた？首に下げてたもんなくさねえだろ普通。どうしよう、あれ気に入ってたのに。レア物だからそうそう手に入らないし。天罰だよ、大魔王の怒りに触れたんだろ。いいからあの野郎に勝てるもんがあれば。あるじゃん。何？あ、電話出ないの？出かける。仕事？捕まるなよ。しかも勝負スーツ。待て、シン、さっきの質問に答えろ。俺があいつに勝てるものって何？愛。もしもし、シンです。はいはい、すいません、うっかりしてて。じゃあ今から取りに行っていいですか？わざと忘れたでしょう。上がって。レイラさん。ん？前払い。そういうつもりで上がってって言ったんじゃないよ。じゃあ用はないので帰ります。いらないの？ライター。欲しいならあげるよ。ごめん、しんちゃん、返すから怒らないで。一晩10万なんて嘘だよ。高額の貢ぎ物はたまにもらうけど、いきなりキャッシュで10万もくれた人は今までいなかったな。レイラさん、男買ったりしたの初めてでしょう。悪女演技には最初騙されたけど、普段遊んでるかどうかなんてベッドに入ればすぐ分かっちゃうから、強がらなくていいよ。さすがにあの程度で10万は気が引けるから、よろしければもう一晩お相手します。気が向いた時に呼んでください。Good night, Reina. Sweet dreams. でもタクシー代くれたし、いい人だよね。だからいい人ってのは違う気が。釣りは山分けしようぜ。すいません、止めて。何事？仕事。
元気だな、おい。ハチによろしくね、ノブさん。それとも、こんな寂しさを誰もが持て余しているのかな。いらない。いらないって言ったじゃん。こないだもらいすぎたから埋め合わせに来ただけだよ。それならこの分はまた埋め合わせに来てくれればいいよ。僕に言われてもね。だいたいウケるからって理由だけでどうしていつもラブソングにしなきゃいけないの？どうして日本人はそんなにも恋物語が好きなの？世界平和がテーマじゃいけないの？だからって書けるわけじゃないけど、どうしよう、明日からレコーディングなのに。正確には今日からでしょ。しんちゃん、なんで今日はそんなに冷たいの？そう？いい子にしてることにくたびれたからかな。いい子？どの辺が？この一ヶ月、サボらず練習行って、スタジオの禁煙も守って、ディレクターの言う通りに音も直してきたけど、つまらなくなる一方だ。え？ガイアのリハーサルスタジオって禁煙なの？普通はレコーディングスタジオでさえ吸えるよ。そんなとこ使うミュージシャンいるの？レッスンスタジオだよ。隣にプロ養成学校がくっついてて、そこの生徒が使うスタジオ。へえ、学校なんかあるんだ。さすがガイアね。成績優秀ならデビューできたりするのかな。どうだろうね、興味ないよ。正直僕はメジャーデビューなんてどうでもいいんだ。楽しくバンドがやれてたらそれでよかったのに。そうよね、音楽は楽しむためにあるんだもの。今夜は朝まで踊り狂って日頃の嘘を晴らそうよね。え、何言ってるんだ。レイラさんはこれが仕事で、それでお金をもらってるんだから真面目にやらなきゃダメだよ。ほーら、ちゃんと集中して、歌詞に思ってることをぶちまけて日頃の嘘を晴らせばいいじゃない。そうよね、ヤブカ退治の歌にしようかな。ラブバラードなんでしょ？お腹空かない？ルームサービス頼んでいい？レイラは匠に惚れてたんだよ。
綺麗な曲。やっぱりレンは天才だね。私が作る薄っぺらな恋物語なんかにしたら台無しだよ。そんなことないよ。そんな風に涙を流せる人の書く歌詞が薄っぺらなわけないよ。トラネスがあんなに女の子に支持されるのはレイラさんの書く恋物語に共鳴してるからだ。さすがお世辞がうまいのね。僕はこれが仕事でそれでお金をもらってるからね。大真面目だ。約束もないけど繋いだ手を離さないで。恥ずかしいから読み上げないで。我ながらチンプ、ゴーストライター雇おうよ。ねえ、赤い糸って何のこと？え、知らないの？うん、運命の相手と小指と小指で結ばれてる見えない糸のことだよ。いかにも女の子が好きそうなネタだね。でも私はそんな運命論には興味ないんだ。人と人はどんな関係であれ信頼で結ばれてるものだと思うから。あ、それが繋いだ手？恋人ができない負け惜しみかな。いい歌だよ。ありがとう、しんちゃんのおかげで元気出た。頑張ってまたミリオン売らなきゃね。え、レイラって本名なの？うん、本名は英語でね、 LAYLA。 クラプトンのレイラって曲知ってる？うん、有名な曲だよね。お父さんがあの曲を好きで私の名前をつけてくれたの。今でも部屋に一人でいるときよく CD 流すんだ。一人じゃない気分になれるから。愛しのレイラ、すごい放題だな。合計で5500円です。また連絡するね。もしもし？しんちゃん、どうしたの？レラさん、今どこ？レコーディングは？何かあったの？レラさん、大丈夫？お願いがあるの。ごめん。いいから何でも言って、何でもするよ。お金はもういらないから。安野。何？安野、携帯の番号教えて。私は裏切り者だから、もうみんなに合わす顔がないの。人と人は信頼で結ばれるものだと思うから。ごめんね、ヤスの携帯の番号を教えて。レラは匠に惚れてたんだよ。今考えりゃくだらねえひがみ根性なんだけど、一番肝心のところで支えてやれなかったんだ。でも今のヤスさんなら支えてあげられるんじゃないの？
俺も。今はお前らの森で手一杯よ。あ、シン。ねえ、来てたの？お前。せっかく会えたのに残念だけど、僕はまたすぐ出かけなきゃならないんだ。ごめんね。ちょっとは反省してくれよ。お前のせいであの後ナナが泣きわめて大変だったんだぞ。ああ、ごめん、ついムキになって大人げなかったね。いや、まあ、大人げねえのはナナの方なんだけれどもスタジオで会ったらちゃんと謝るよ。どこ行くんだ、こんな夜中に箱に抱えて。流しかかっこいいな。流しって何？愛を求めてさまよう孤独なヒーローだ。かっこいいね。バイバイ、また麻雀やろうね。かわいいよね、あいつ。色気あるし、同居してるとムラムラしない？するかよ。女はもうコリゴリだろ。コリてたまるか。人生まだまだこれからじゃん。こんばんは、流しです。え、一人入っていい？うん。あの、流しくん、こないだはごめん。岡崎真一歌います。ねえ八重、人はどんなに繰り返し傷つけ合っても誰かを愛する思いは無駄じゃないよね。わざと忘れたでしょう。できるかの違い。私は自分のことしか考えてない自分勝手な人間だもん。ステラが本当は何を思ってるかなんて知らないし。レイラさん、お元気ですか？ロンドンで少しは羽を伸ばせてる？僕は今レコーディングを兼ねた強化合宿のために北国の山奥へ来ています。レコーディングは順調だけど、早朝からマラソンをさせられたり掃除をさせられたり、さっぱり意味がわかりません。でもこの5日間、規則正しい生活をしているせいか、僕は背が少し伸びた気がするよ。気のせいかな。温暖化じゃなかったのか？何温暖化って。新聞読め。ここはガイアの施設で、設備は立派だけど周りは森と湖しかなくて生活は不便だよ。でも今のところ報道陣は追ってこないし、東京にいるよりずっと平和かな。何より空気が澄んでいて、夜に星がたくさん見えるのが嬉しいよ。僕はキラキラしたものを見るとなぜかレイラさんのことを思い出すんだ。なんでかな。理由はわからない。そういえばレイラさんは海外にいて知らないかもしれないけど、週刊誌のネタはさらにエスカレートしていて、今はヤッサンまでやり玉に上がってるんだ。ナナさんと同じで、生い立ちから何からいろいろ悪く書かれて、見たまんまのキャラに仕立て上げられちゃって箔がつきまくりだよ。でもレイラさんと恋人同士だったことはバレてないのか、あえて伏せてるのか知らないけど、とにかく書かれてないから安心していいよ。レイラさん、僕はね、もしレイラさんが今寂しいと言うなら、ロンドンまですぐに飛んでいくよ。どこへでも行くよ。それでレイラさんの心と体が少しでも温まるならそれでいいんだ。そんな風に言うとなんだかすごく優しい人のように勘違いされそうだけど、
それ以上に大切だと思えるものが今の僕にはないだけのことだよ。だから明日はどうなるかわからないけど、自分勝手でごめんね。レイラさん、僕がノートパソコンを買ったのはね、レイラさんにもらったお金を早く全部使い切りたくなったからで、だけど自分のためだけに使いたくなかったからなんだ。アコギを買ったのも同じ理由だけど、届かない場所で歌えるほど僕はロマンチストにはなれないし、だからこれからは時々こうしてメールを送るよ。気が向いたら返事をください。それじゃあまた。今日は天気がいいから夜は星がたくさん見えるだろうな。でもわかるもん。やばいよね、ここの星空。じっと見てると手が届きそうで、願いが叶うような気分になる。しんちゃん、メールありがとう。私はそんなたくさんの星をもう長い間見ていない気がします。目を閉じてもプラネタリウムみたいに人工的なネオンしか浮かばないよ。私も所詮そのネオンに過ぎないと思っていたから、しんちゃんの言葉にまた一つ救われました。本当にありがとう。すみません。別にレンは悪くないよ。わざわざイギリスまで行くことなかったと思う。あ、何するのよ、触らないでよ。汚らわしい。汚らわしい。ガスが切れたんだよ。ライターだろそれ。え、ライターだったんだそれ。でけえ、すげえ。お前ツアーの打ち上げでシンが使ってんの見た時も同じこと言ってたぞ。もう忘れたか。え、シンってブラストの限定品のレアモンらしいよ。そうなの。お前まさかそれシンのじゃねえだろうな。違うよ。だいたいなんでタバコ吸わねえのにライターなんか持ち歩いてんだ。ファンにもらったお気に入りなの。いいなあ、そんなもんもらえて。俺ぬいぐるみばっかりよ。部屋中ぬいぐるみ飾ってんのかよ。ええ、ライターよこせ。後ろに隠れてたの、待ちきれなくて。かわいいね、ワーゲンバス。目立つからすぐわかった。いいなあ、こんな車に毎日乗れて。移動の車が目立っちゃまずいと思うんだけどね。でもスモークガラスだし中は見えないよね。だから何でもできますよ。何する気？レイラさんのしたいこと偽らずに目を見て話。それよりしんちゃんのしたいことをさせてよ。え、僕の？私はもうお客さんじゃないよ。でも思春期の少年のしたいことなんかやっちゃったら今までと大して変わらないよ。それじゃ意味ないし、おとなしくどんな話でも聞くよ。してあげるのとしてもらうのは意味が違うよ。自分は誰にも愛されない人間なんだと思っていた。だから16の冬、レンと結ばれた時は何かとてつもなく幸福な夢を見ているようで現実味がなかった。しんちゃん、私来週誕生日なの。おめでとう。おめでたくないよ。もう23だよ。おばさんだよ。若いじゃん。でも8つも年上になっちゃう。
7つだよ。僕も来週誕生日で16だもん。え、何日？11月1日サソリ座 AB 型。同じ。本当に？赤い糸だ。運命論なんか信じてないんでしょ？今信じた。愛する人に愛されるなら